皆さんこんにちは竹林です今日も youtube 動画ご覧くださりありがとうございます私は今近所の公園に来ております先ほど私は論文の初回の査読結果というものをいただきました査読というのは論文が出版されるための重要なプロセスです論文を書いてもそのまま出版されるということはほとんどありません大体は匿名の査読者によるレフリー審査というものが行われます 私の論文に対しまして複数の査読者がチェックをいたしましてここが読みづらいここについてもっと根拠をはっきりしてくださいといった質問を投げかけてきますそれに対しまして適切に答えられないとそこでその論文は却下になります何回かこのやり取りを繰り返して合格したものだけが論文といたしましてエビデンスとなりますさてどうしましてもこの査読というものは厳しいものが多いですそうですよね そそのののままままま何でも通してしてまいますすジャーナル質が問われます私も査読者になることが多いですがやはり自分で納得していないもの一読者として読みづらいものに対しましては建設的な批判を行います一方で著者の側から考えますと自分が一生懸命書いたものに対しまして見ず知らずの人にから厳しい意見が言われる頭で分かっていても感情的には面白くないものです。 このギャップを埋めるために私はまず一読した後すぐに協調者に対しましてこの査読意見を転送したまま3日間放置します。3日くらい寝かせると少しずつ自分の感情も収まってきます。そうしてから手をつけ始めます。査読回答までには1ヶ月というのがおおよその目安です。 1>, 1ヶ月といっても協調者とのやり取りもありますので、回答案を作るには10日ぐらいで作らなければいけないです。3日寝かせて、そっから1週間で回答案を作る、そのくらいのペースで考えております。自分が頭がカッカしたまま作ってしまいますと、自分のメンタル的にも良くないですし、あまり質の良いものができないものです。聞いてくださる方の中にも研究者の方いらっしゃるかと思います。参考になると嬉しいです。 そして論文を書こうと考えている方、ご一緒できると嬉しいです。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。